レオベーンハッカーは、オランダ、南ホラント州ロッテルダム出身のサッカー指導者、元サッカー選手。アヤックスや、レアルサラゴサ、レアルマドリードで監督を歴任。レアルマドリードでは、ブトラゲーニョなどを要し、3度のリーグ優勝を果たした。1990年5月に、ティス・リベレフツの後任として、オランダ代表の監督に就任したが、同年6月のワールドカップ、 イタリア大会では、決勝トーナメント1回戦で、西ドイツに1-2で敗れた。2005年11月16日に、トリニダード・トバゴを代表就任すると同国を、ワールドカップ初出場に導いた。翌2006年のワールドカップ、ドイツ大会では1次リーグでスウェーデン相手に善戦し、健在をアピールした。2006年7月11日に、ポーランド代表監督に就任。 欧州選手権予選を勝ち抜き、2008年6月の本大会出場に導いたが、本大会では1次リーグ第2戦のオーストリアで勝ち点1を獲得するのみに終わった。2008年2月20日、ポーランドのレフカチンスキ大統領から、ポーランド復興勲章が送られた。この国は教育、科学、スポーツ、文化、芸術、経済学、国防、 社会福祉、行政事務の分野で優れた功績を残した人物に贈られることになっている。ありがとうございます。